Guys! モンスタージョン TV! 始めました！モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ！イングスラッシュブルやっていきましょう！今回はですけども、ルフィ君より懸賞金が高い人物まとめになりまーす！ということでね、やっていきましょう。いや、意外とほんとね、ルフィ君、まあ、今懸賞金上がってるわけじゃないですか。今なんと15億ベリーということでね、めちゃくちゃ上がってるわけでございますけども、そんなにね、ルフィ君より上っていうのが、もういなくなってきてるんですよね。だからそれイコール海賊王への道っていうのが、まあ、どんどん近づいているっていうような結果になるわけでございますよね。さあ、ここからどんな展開になっていくのか、ルフィ君が現在15億でございますけども、ワノ国を出た時にはこれがいくらになっているのか、ワノ国攻略イコールカイドウさんをもうしばき回してるって形になりますからね。そうなると懸賞金が50億台とかに一気にポーンと乗ってくるのか、まあ、はたまたっていうところでございますけども、考えられるところとしてはね、まあ、そのマーシャル D ティーチ黒ひげでございます。黒ひげは実質最終的には白ひげのおやさんを打っているわけでございますけども、それでも22億、まあでも0円からの初頭からの22億ってのはぶっ飛んでるわけなんで、4クォーターをして20億乗せって考えると、ルフィ君ももしかしたら20億超え、波数考えて25億乗せみたいなね、そんなパターンももしかしたらあるのかもしれない。そうなるとちょうど40億となってくるわけで、シャンクスと近くなる。まあ、シャンクスの波数があるわけでございますから、シャンクスは負けないけども、そこに並ぶって考えると、胸やつなんだやつじゃないですか、ということでね、そんなことを考えてみるとなんか楽しいなと思ったりとか、まあ、そんなことなら今回の趣旨はあくまでこのルフィ君より懸賞金が高い人物まとめということになるので、派生しないようにちょっとね、このしっかりとした議題をもとにお話ししていきたいなと思います。まずはね、まあ、今回はもう普通であればこんな10戦とかやるんだけども、7戦もう7戦ですよ。もう10人とかもうやれないレベルになってるんですよ。もうルフィ君の上には6人しかいない。まあ、もっと言うのであれば、まあ、そのロジャーさんとかね、白ひげのおやすさんがいないっていうことを考えていくと、残りルフィ君の上には何人いるのって話なんだよね。まあ、そういったところはま、一つとして、いずれにしてもあと6人しかルフィ君の上にはま、懸賞金高い人物っていうのはいないわけでございます。さあ、ここからどんな展開になるのかって感じでございますけども、まずはま、7位っていうことでルフィ君が来ますよと。そして6位ということで、マーシャル D ティーチ、通称ゼハハおじさんでございます。彼がここに入ってくるわけでございますけども、懸賞金22億4760万ベリーということでね、まあ、22億でございますよ。まあ、白ひげのおやさんをああ言った形とはいえども、まあ、やった結果ここまで上がっている、まあ、もろもろを考えると相当なことをしているよね。渋海に入ったのもたかが正義の門を開けるためだけっていうさ、政府として見りゃもう舐められたもんだよね。はぁ、みたいな。扉開けるためだけに我々を騙したっていうのは相当じゃないですか。そしてそれをやってのける。普通であればそれだけのためにやりますってことをやるんですよ。計画性が半端ないんですよ。そういったところを考えていくと、まあ、やはりティーチやべえなっていうね。まあ、エース君を最終的に使っていったのも、まあ、やばいなっていうふうに思えるところではあるんだよね。まあ、だったら最初からね、能力のことを考えていくのであれば、エース君の奪えばいいじゃんってなるんだけども、そうではなくて、エース君を使って戦争を起こさせて、弱ったところで取りに行くっていうね、もう計画性が半端ないんだよね。そして先々どこまで計画しているのかっていうのが、黒ひげの一番怖いところでございます。まあ、そんな彼が6位に来るわけでございますけども、続いて第5位でございます。第5位は、シャンクスでございます。40億4890万ベリーということでね、ここでシャンクスが入ってくると。まあ、さっき言った話をベースに考えていくと、ルフィ君がね、そのワノ国に出たタイミングで40億っていう風に乗ってくると、まあ、なんか、並ぶよね。これほんと胸熱だなって思う。もしもそういう風になったら、まあ、立派な海賊でも言えるんじゃないのね、自分の元まで来てるんだから、もう立派でしかないじゃんね。そういう風に考えていくと、ちょっとここら辺で色々と動きがあるのではないのかね。そして麦わら帽子を返すときに、どんな展開になるのかっていう。ここら辺とかやっぱ気になりますよね。で、やはりこの麦わら帽子っていうのがロジャーさんからシャンクスへ、そしてシャンクスからルフィ君へっていう風に来てるわけでございますから、どこでルフィ君が次にこの帽子を誰に渡すのかっていうね、もしくはこの麦わら帽子に何か秘密があるのだとすれば、もう渡す必要はないということで、まあ、永久に自分のものになるのか、はたまたどこかにはめ込むことによって何かが動くみたいな。
ね。そうするとおのずとこれは返していくってパターンになるんだけども、果たしてっていうね、考えるところでございます。まあシャンクスがここで40億っていう風に来るわけでございますけども、続いて第4位でございます。第4位はシャーロット・リンリンでございます。ビッグマムでございますね。懸賞金43億8800万デリーとでね、まあ、ここで思いっきり上がってくるわけでございますよ。3億が何のことはねえ、みたいな。8800万ベリー。波数で七部会クラスだぜ。クロコダイルとかハンコックがもう8000万台だけどもね、こんな感じになってくるわけでございますよ。とんでもないでしょ。波数で七部会レベル。これが4校レベルでございますよね。まあ、ここからビッグマムが和の国でどんなことになるのか、まあ、その人格がね、変わったりどうこうしてるわけでございますから、そこら辺がどうなるのか、まあ、考えるところではやはり、マザーカルメルがね中に入っているのではないのか、もしくはネリマザファッカーが入っているのかどうなのかっていうところでございますけどもね、マザーカルメルだけに気になるところでございますけども、まあシャーロット・リニー、僕の予想ではこの人格を追い出すことに成功するのではないかと思うんですよね。もしも入ってるんだとすればよ、わかんないけども人格が2つなんかあるっていう時点で違和感はあるので、それを追い出していく、でしまいには味方陣営についていくみたいな流れになったら面白いなみたいな、ビッグマム海賊団船長としてあり続けるっていう形でいいと思うけどね。やっぱママ怖いっていうのが今のビッグマム海賊団なわけで、それが優しいママになったらまあいいよね。なんかすごくいい感じになるのかなっていうふうに思うんで、なんかそういった流れになってほしいなっていうふうには僕は思いますね。で最終的には同盟を組む、海賊同盟として、まあビッグマム海賊団がねこう入ってくるっていうふうになれば、まあ超面白いよね。そして続いて第3位でございます。第3位は百獣のカイドウでございます。46億1110万ベリーということでね、3位ともなってくるとやばい金額でございますよ。そしてまさに今これからこの化け物と戦おうとしているルフィ君、さあどうなるのか、無事に勝てんのかな。正直今のルフィ君で勝てるビジョンは全くもって見えません。竜王覚えました、これでダメージ与えられるじゃんっていう話なんだけど、そんなの当たり前だから。ダメージを与えるのはもうどんな戦いにおいても当たり前、そこからの決定だでございますよ。倒していくって話でございますよ。今までいろんな敵と戦ってきてね、もうたくさんダメージ与えまくって与えまくってめっちゃ与えて、やっとなんとか倒してきたのが今までの流れでございますよね。カタクリさんだってそうですよ。まずはダメージが通らない、あの見聞色を使ったね、流動する体でございます。全くもって当たらない、さあどうしたものかっていうので、やっとダメージを与えた、それで勝ちじゃないんですよ。ダメージをやっと与えられて、そこからのって話なんだよね。そこから始まる激戦でございます。さあカイドウさん、これで竜王でダメージを与えていくわけでございますけども、まあ宝なに問題でしょうね。ロックス時代をね、あの生きた男でございますから、まあ本物の海賊でございますよ。たかが一発ダメージ入ったからといって、おーやるねーっていう風になって終わりなんですよ。そこからのワンパンマン食らうのか、はたまたっていうね、それが現状なので、まあダメージをガンガン与えていく、その上でさらなる強さっていうのがルフィ君には求められる。だからこそ今なんかワンピースね、あの和の国なんか全然いい方向に行ってないじゃないですか。なんかいろんなトラブルが起きまくるっていうことで、正直大丈夫かっていうふうに思えるんだけども、まあ、今回は僕の予想ではなんか敗退しそうだなっていう、負けそうだなっていうふうに思います。良くないよ、良くないけどなんかそんな感じするんだよね。まあ果たしてどうなるのか、やっぱね、その4校レベルっていうのがこれなんですよ。で4校がまあ2つもね、あの合体したりとか、その国単位でなんか戦いを挑むことになるわけでございますから、1国を落とすだけでも大変なことよ。そこに対してさらに4校ね、それが2人来るんだよ。もう最悪じゃないですか。で4校1個絡むだけでもいろんなしがらみがね、あのついて回るわけでございますから、海賊同盟とか何人いるのっていう話だしね、それが2つも来るわけでございますから、まあ、とんでもないことですよ。まあ、ちょっとこれは危ないなっていうふうに僕は思います。そして続いて第2位でございます。第2位はエドワード・ニューゲートでございますね。白ひげの大家さんでございます。50億4600万ベリーということで、一気にここで50億に乗ってくるわけでございます。一番気になるのは当時の白ひげの大家さんがどんな人物だったのか、これ気になるところでございますけども、昔から家族を持ちたいね、そんなようなことを言っているので
ってなんかめちゃくちゃ悪人だっていう風には思いづらい。もしかしたらなんか昔は超絶やんちゃでね、あのしっちゃかめっちゃかやってたっていう風にも考えられなくはないけども、残虐の限りを尽くしたみたいな考えられなくもないけども、まあ、見る限りではなんか決まった戦いはやるけども、その上でのそれ以上の略奪とかっていうのは本人自体はしない、まあ財宝に興味もないとかっていうような人物でございましたから、そんな男になんで50億乗ってくるのって話なんだよね。まあ力っていうところでこれが乗ってくるのはわかる。でも力イコール懸賞金じゃないんだよね。政府に対してのその脅威っていうのが、まあこの懸賞金に乗ってくるわけでございますから、なぜ彼に50億4600万ベリーっていうのが乗ってきたのかって話なんだよね。それイコールロックスにいるからこそっていう風に考えられるんだよね。ロックスっていうのは歴史についていろいろと知っていた海賊団でございますから、それによってまあ白ひげのおやっさんも懸賞金が高まったのではないのかっていうのが僕の考えです。50億ってのは大概でございますからね。やはりその政府に対しての危険度プラス力っていうのが合わさってこの金額になったのではないのか。まあ力イコール世界最強の男っていう風に言われているわけでございますから、まあまあ言うまでもないよねっていう感じで50億4600万と乗ってくると。そして第1位でございます。第1位はゴールディロジャーでございます。55億6480万ベリーということでね、現在のワンピースの世界に出てるキャラクターで最も高い懸賞金がロジャーさんでございます。まあこれあくまで海賊の中での話なんで、果たしてモンキー・ディ・ドラゴン、彼がどこまで懸賞金いってるのか、これがすごい気になるところでございます。海賊の中でのトップがロジャーさんであれば、世界最悪の犯罪者と言われるこの男がどこまで行くのかって話なんだよね。もう世界最悪の犯罪者だぜ。犯罪者すべての中のトップでございます。それがどこまでの懸賞金になるのか、下手したらロジャーさんを超えるのか否かっていうね。そしてルフィ君の最終的な懸賞金がどこまで行くのか、まあここら辺から考えられるところはあるんだけども、果たしてっていうね。まあロジャーさん、もう言うまでもなく、もうさすがナンバーワンっていうね、55億っていうような懸賞金でございます。これについてなぜこの金額になったのかっていうのは分かりやすいよね。まあそのグランドラインを制覇しているっていうところでいろんな情報を知っていたりとか、まあ世界の全てをね、もう彼らは知ったっていう風に、空白の100年イコール空白の100年で起きたことを、まあ知ったっていう風に考えていけば、ロジャー海賊団それぞれがね、とんでもない脅威になるっていう風に考えられるわけでございますよね。で、力ですよ。まあ白ひげのおやっさんでもロジャーさんにはかなわなかったっていう風に考えていくと、持っている情報イコール政府に対する危険度っていうところと力っていうのを考えていけば、まあ自然とね、55億っていう値段がつくのは、まあ妥当なのではないのかと思います。ただ個人的にはやはりね、ずっと気になっていたこの懸賞金、いくらなんだろうな、みたいなね、考えていたわけでございますけども、それがいよいよロジャーさんまで出てくると、やっぱなんかちょっとね、あ、出たかすげーってなるんだけど、ワンピース終わりそうだな、みたいな。それがやっぱ俺としてはすげー悲しいね。まあなんか、もっともっと続いてほしいし、まあ今の雰囲気では続きそうなんでね、それが先々までどんどん続いてほしいなっていうふうに思います。そんなこんなで今回はメインでやっぱり上に上がってくるのはまあ4校だったりするわけでございますけども、はい、年内最高のお知らせでございます。ワノ国編でございますね。この最新95巻、12月28日土曜日、これ発売でございます。素晴らしい。年内最後のこのプレゼントでございますよ。表紙やばいでしょ。もう4校がバッと並んでいると。そして真ん中にルフィ君。そしてなんとブルックもいたりとか、チョッパーヤンもいるんだよね。彼らが何かしら鍵となってくるのか。まあ、ブルックといえばビッグマムとの流れがあるよね。お嬢さんって言ったりとか、ビッグマムの天敵だぜ。兵を思いっきりね、倒していくっていうね、このソウルキング、まさにソウルキングがビッグマムの天敵なのではないのか。そしてカイドウさん。これカイドウさんの天敵でチョッパーヤンなのではないのかっていうね、最強生物になっていくのがチョッパーヤンなのではないのか。そういう風な位置にも見えたりとか、そしてルフィ君でございますよね。ここからどんな展開になっていくのか、4校が全部ワノ国に集まるのか、はたまたっていうね、そこら辺すごい楽しみでございます。この95巻ぜひともみんなゲットしてください。そしてあともう少しで100巻来ますよ。100巻でワンピース終わるんじゃねえかって噂あったけども、まあ、この流れなら終わらねえだろうよ。えいいね、100巻超えてほしいっすね。そしてそこからの、まあ、噂されている120巻、ね、60巻で、まあ、折り返しなんで、そこからの120巻で終わるのかっていう話でございますけども、終わらんやろこれ。120巻マックスでなんか一区切りはつけられるかもしんないけども、なんかそこではい終了とはならないよね。ワノ国あって、ロックスあって、でまだまだバリエジョアの件があって、イ
ム様がいて、黒ひげがいて、そして五老星がいてとかでもめちゃくちゃいるんだぜ。そういう風に考えていくと、さすがにこれが120巻で終わるとは思えない。ワノ国も今どんぐらい続いてるんだ、これ5、6巻ぐらいいってんのか。でビッグマムのところでも5、6巻ずつぐらいは出てるのか。ちょっと厳しいんじゃない。10巻とまではいかないけど、わりかし長いからさ、ドレスローザとかもバカ長いから、ドレスローザぐらいワノ国って長くなりそうだよね。ってなってくると10巻コースは余裕でね、行ってくるような流れになるわけだから、120巻無理でしょうね。え、いいんじゃない、120巻で終わらないの、素晴らしい。どんどん続け。はい、そんな感じでね、私はテンションガチ上げでございます。今回の懸賞金ルフィ君より上の人物たちいかがでしたでしょうか。いろんな可能性も踏まえてお話ししましたけども、皆さん思うところあればぜひともコメント欄で書いてくれたらなと思います。 OK ですか。それでは今回この辺で締めていきましょう。最後になります、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンお忘れなくでございます。あと僕の Twitter もフォローお忘れなくでございます。 OK ですか。それではじゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシートのグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!